今からどこに行くかと申しますと、先ほども言いましたが、締めはラーメンです。ラーメンはもちろん天下一品ですね。天下一品に行こうと思います。前回数台にネギを入れたらすごいいい感じになるやんということで、こってりラーメン並に数台でネギをねトッピングしていただきたいと思います。あ、キャプトさん、これだいぶ来ましたね、これ。熱だらで5人前トッピングしたから、ね。はい、そうそうそう。これね、あの数台じゃなかった器ちっちゃいんですよ。そうだ、器ちっちゃかった。これね、多分ねふわーんなってるっすよ。入れへんね、はい、これダイヤからいけたんですね。そうだね、はい、で僕はねこちら3人前でございます。はい、ネギ多分ね、美味しく食べれるネギの限界はね3人前やと思うんで、僕はこれをいただいていきたいと思います。これ結構ネギ乗ってるわ。ほら見て、これネギ島、ネギの島になってる。ネギ島ですね。あ、これだいぶ乗ってるわ、だいぶ乗ってるわ、これすげえ。いただきます。いただきます。うん、うまい。うん、うわ、これもうほら、めっちゃうまそうやね、これ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 。減らんよ、ネギ。ネギとちょうどいい分量、やっぱね2人前っすね。3人前でした。ちょうどいい分量は3人前。うん、うん、まだ入れんの。僕はね天一正統派なんで、このまま食べるのが好きなんですよ。うん、うん、ここにあのこれ何、辛味噌、辛味噌、辛味噌入れて地獄絵図やな。地獄絵図や。スープが多いから前も言ったけど、冷めへんから、このネギをねいっぱい入れてもスープ冷めないってさ。めっちゃいい。もうネギ爆盛りには数台。うん、もうスープを食べるみたいになってるからね、ネギと一緒に。まだまだ薄いね。何かです、いっぱい入れる。入れません、入れません。やめて、僕のことはそっとしといてください。言われてもだ、ね、もう横の巣みたいになったらダメですよ、皆さん。それ、あの天下一品 の、 あの作った社長、創業者、多分泣くっすよ。なんでやねん。やっぱり味の濃いのがうまいんやっていう感じだね。ちょっと食べてください。そんな悪くて おもろい。いやいやいや、こんな格好なってるよね。うまいね。おいしいな、やっぱり。ちょっと秋葉さん、一口もらってみていいですか。うん、食べて。恐ろしいけど、それいただきます。見てこれ、色違うんですよ、これ。ではいただきますね。なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ。うまいやろ、最高やろ。むっちゃまずい。むっちゃまずい。やばい、この味噌全部入れた人います。大変ですよね。ほらほら、ありえへんねんけど、軽く味覚障害入ってますよね。よう言われません。言われる。味ね、濃い部分しかないんですけど、それ濃いよ。なんで数台にしたらこの
スープを全部飲んでしまわないといけないって使命感に駆られるんやろ。ごちそうさまでした。これ言えたらもっとうまいね。ない。最後に一言言ってです。あの天下一品もう食べないでください。ごちそうさまでした。店長美味しかったっすね。だ締めのラーメンはほんまやっぱり最高っす。はい、ということでね、今回ね福島から飲み歩きしまして、でそっからね、まあ野田行って、野田は何も行かなかったんですけど、でそっから天王寺に出張ってきてね。結構あっちこっち行ったら面白いね。面白いです、うん、もうお腹の中はね食材で満たされとる。幸せな話ですわ。食材でね満たされてるんでね、このまま幸せに帰ろうと思ったらもう終電ないんでね、困っております。ということで今からねどうしようか考えて帰りたいと思います。